エミル・ハリスはアメリカ合衆国のカントリーロックシンガー、ソングライター、ミュージシャン。これまでのキャリアの中で数十枚のアルバムとシングルをリリースし、グラミー賞14回、ポーラーミュージックプライズおよびカントリーミュージックの殿堂入りを含む他の数々の栄誉を獲得した。2018年にはグラミー賞生涯功労賞を授与されている。ハリスの作品とレコードには ソロアーティスト、バンドリーダー、他の作曲家の作品の通訳、シンガーソングライター、バッキングボーカリスト及びデュエットパートナーとしての仕事が含まれる。また、数多くのアーティストと共に仕事をしている。アメリカ合衆国アラバマ州バーミングハム出身、モトガーズのクラムパーソンズなどと交流があった。1976年のエリートホテル、1979年の ブルーケンタッキーガールでグラミー賞を受賞。カントリーロックを代表するシンガーとして認知される。日本においては自動車他の CM ソングでバックオーエンスのカバー曲 Together Again を歌っているのはエミルハリス。九種の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第53位。ハリスは軍人家庭の出身である。父親のウォルター・ハリスは 海兵隊の将校であり、母親のユージニアは、戦時下の15の妻だった。ウォルターは1952年に、朝鮮半島で、作戦行動中行方不明と報告され、捕虜として10ヶ月を捕虜として過ごした。アラバマ州バーミンガムで生まれたハリスは、幼少期をノースカロライナ州とバージニア州ウッドブリッジで過ごし、ガーフィールド高等学校を卒業生総代として、卒業した。 ノースカロライナ大学グリーンズボロ校のアンプグ音楽、演劇舞踏スクールの演劇奨学金を獲得し、そこで音楽の勉強を始め、ピート・シーガー、ボブ・ディラン、ジョーン・バイズの歌をギターで学んだ。音楽への希望を追求するために大学を中退して、ニューヨークに引っ越し、1960年代のホークミュージックブームの間にグリニッジ・ビレッジの喫茶店でホークソングを演奏しながら、 ウェイトレスとして働いていた。ハリスは、ソングライター仲間のトム・スローカムと1969年に結婚し、さらに、ファーストアルバムとなる、グライディングバードを録音した。ハリスとスローカムは、ほどなく離婚し、ハリスと彼女の生まれたばかりの娘ハリーは、ワシントン DC 近郊のメリーランド州、クラークスビルに両親と一緒に引っ越した。ハリスはすぐに、 ジェリー・ミュールとトム・ガイドラとのトリオの一部として演奏活動に復帰した。1971年にカントリーロックグループフライング・ブリトー・ブラザーズのメンバーがハリスパフォーマンスを見る機会があった。バーズの元メンバーであるクリス・ヒルマンがバンドを引き継いでおり、ハリスに感銘を受けてフライング・ブリトー・ブラザーズに加わるよう彼女に頼むことを考えた。 そうする代わりにヒルマンはハリスを自身の初のソロアルバム GP に参加してもらう女性ボーカリストを探していたグラム・パーソンズに推薦した。ハリスは1973年にパーソンズのバンドフォール・ン・エンジェルズのメンバーとしてツアーを行い素晴らしいハーモニーボーカルとデュエットを披露した。その年の後半、パーソンズとハリスはスタジオアルバム クリーバスエンジェルの制作に取り組んでいたが、パーソンズは1973年9月19日に、現在のジョシュアツリー国立公園近くのモーテルの部屋で薬物とアルコールの偶発的な過剰摂取により死亡してしまった。パーソンズのクリーバスエンジェルは1974年に死後リリースされ、ハリスとのセッションからの3つのトラックは1976年に 別の死後のパーソンズのアルバム、スリープレスナイトに収録された。この時期に録音された音源からなる、もう一枚のアルバムは、ライブ1973にまとめられたが、1982年までリリースされなかった。パーソンズの死に打ちのめされて一時期音楽活動をやめてしまおうと考えていたが、それ以前からの友人であったリンダ・ロンシュタットたちの励ましもあって、 ソロでの活動を進めることになった。ホットバンドメンバー、ジェームズ・バート・ワーナー・ブラザースの A&R 責任者、メアリー・マーティンはハリスをカナダ人プロデューサー、ブライアン・エイ・ハーンに紹介し、エイ・ハーンはハリスのメジャーレーベルでのデビューアルバムとなる1975年にディップライズレコードからリリースされた緑の天使をプロデュースした。このアルバムはビートルズの h o n o マール・ハガードのボトル・レッド・ミー・ダウン、ルービン・ブラザーズのあなたの愛を得られたらのカバーバージョンなど特にナッシュビルの基準では驚くほど節中主義的だった。アルバムにはまたハリスがその才能を擁護しているソングライターの長い列の最初の一人である若きテキサスのソングライターロドニー・クロウエルによるブルーバード・ワインも収録されている。 このレコードは当時制作された最も高価なカントリーレコードの一つで、ジェームズ・バートン、グレンディ・ハーディン、ロン・タット、レー・ポールマン、ビル・ペインといったタレントたちをフィーチャーし、信じる前にと、銀河の女王の2曲は、エンジェルバンドで、カットされた。2枚のシングルがリリースされた、1979年のナンバーワン・サン・復刻版ヒットで、チャートインジには73位となった。 トゥーファー・ゴーンと、後のデザート・ローズ・バンドの創設メンバーである、ハーブ・ペターセントのデュエットで最高で4位につけるという、ハリスにとっての最初の大ヒットとなった、あなたの愛を得られたらである。ディップライズレコードの親会社である、ワーナー・ブラザースレコードの幹部はハリスに対して、ハリスがホットなバンドを見つけたら、レコーディングをすることに同意した。そこでハリスは、ギタリストのジェームズ・バートンとピアニストの、 グレンディ・ハーディンを参加させた。バートンは有名なギタリストで、1950年代に、リッキー・ネルソンのバンドでキャリアをスタートし、ハーディンは、クリケッツのメンバーだった。その他のホットバンドのメンバーは、ドラマーのジョン・ウェア、ペダルスチールギタリストのハンク・デビート、ハリスが、グラム・パーソンズと共に共演していたベーシストの、エモリー・ゴーディ・ジュニアである。シンガーソングライターのクローウェルは、 リズムギタリスト及びデュエットパートナーとして加入した。ハディスの最初のツアースケジュールは、バートンとハーディンが、プレスリーのバンドに継続的に関与しているため、プレスリーのスケジュールと密接に関連していた。1975年12月にリリースされたエリートホテルは、緑の天使によって確立された評判に十分な根拠があることを示した。主にヒットシングルを中心に展開した。 当時のカントリーアルバムとしては珍しく、ハディスのアルバムは、アルバム志向のロックマーケットからアプローチを取り入れた。品質と芸術的メリットの点からシングル化されなかった、シンシティ、ホイールズ、ティルアイゲイン、コントロールアゲインなどのトラックは、シングル化された、トゥギャザーアゲイン、スウィートドリームス、いつの日かといったトラックに簡単に立ち向かった。エリートホテルは、 ナンバーワンのカントリーアルバムであり、ロックを聴く人々とのクロスオーバーとしても十分に成功した。ハリスは通常、クロスオーバーポップシングルがカントリーマーケットに入ってくることに不満を抱いている人々にも訴えた。エリートホテルは1976年にグラミー賞を受賞した。ゲストとしての仕事に対するハリスの評判は続いた。ハリスはリンダロンシュタット、 ガイ・クラーク、ニール・ヤングのアルバムに貢献し、ボブ・ディランに誘われてされて、彼のアルバム、欲望にも参加した。ハリスは、ツアースケジュールの都合で、ザ・バンドのラスト・ワルツではスタジオで、エヴァンジェリンを歌う姿を撮影することになった。バートンは、エルビス・プレスリーのバンドに泊まることを選択して1976年に、ホットバンドを去り、英国人ギタリストのアルバートリーと交代した。 ハリスの商業頂点は1977年にリリースされた真珠の船であり、ハリスの代表作の一つとなった。真珠の船において、ハリスのチャックベリー、グラムパーソンズ、カーターファミリー、キティウェルズ、ソングライター、ジェシー・ウィンチェスターの2曲、ユタ・フィリップスの1曲が含まれている。1977年1月、ハリスは、ブライアン・エイ・ハーンと結婚した。 ハリスにとってもエーハーンにとっても二人目の子供となる娘、ミーガンは1979年に生まれた。この期間にハリスは伝統的なカントリーへの移行を反映した三つのスタジオアルバムを録音しリリースした。ルーツへの思考はグラミー賞を受賞した1979年のアルバムブルーケンタッキーガールで顕著だった。ドリフターズの ラストダンスは私にのカバーは別として、このアルバムの大部分は、ロレッタリンとキティウェルズの名を冠した、クラシックスタイルのカントリーの楽曲で構成されていた。ハリスの最も愛されているアルバムの一つには、ルービンブラザーズのエブリタイムユーリーブ、ウィリー・ネルソンのシスターズカミングホーム、そしてグラム・パーソンズの代表作、ヒッコリー・ウィンドが収録されている。ウェズレイ・ローズは、ハリスの ビニース・スティル・ウォーターズのレコーディングに特別な関心を寄せ、これはナンバーワンヒットとなった。クリスマスアルバム、ライト・オブ・ザ・テーブルは1979年にリリースされた。タイトルトラックには、ハリスが1970年代半ばから散発的に仕事をしており、2000年代まで一緒に協力してきたドリー・パートン。 リンダロンシュタット、ニール・ヤングによるバッキングボーカルがフィーチャーされていた。1980年代、ハリスはリッキー・スキャックス、トニー・ライス、アルバート・リー、エモリー・ゴーディ・ジュニア、ジェリー・ダグラスをフィーチャーしたブルーグラスを試行した雪に映えるバラのごとくをレコーディングしてカントリーミュージックの歴史をさらに探求した。ハリスの伝統的なバージョンの見知らぬ旅人トップオール・サイモンの ボクサーは強力なシングルだった。1980年、ハリスは、ロヨー・ビソンとザット・ラビン、ユー・フィーリンはゲインをレコーディングした。デュエットのレコードは、カントリーチャートとアダルト・コンテンポラリーチャートの両方で、トップ10ヒットを記録した。彼らはデュオ、またはグループによる、ベスト・カントリー・ボーカル・パフォーマンスで、グラミー賞を受賞した。彼女は、ザ・バンドのレボン・ヘルムや、 ジョニー・キャッシュも参加したポール・ケナーリーのコンセプトアルバムレジェンド・オブ・ジェシー・ジェームズに出演した。1981年、ハリスのレコードはアルバムエヴァンジェリンからのミスター・サンドマンのカバーによってビルボードのポップチャートでトップ40に達した。また、同年内にフォローアップアルバムのシマロンもリリースした。ハリスは1982年にナッシュビルに移った。 1983年のホワイトシューズにはダイヤモンズ・アー、A ガールズ・ベスト・フレンドのロック的解釈とドナ・サマーのヒット曲オン・ザ・ラジオのリメイク、そしてホットバンドのメンバーであるクローウェル、サンディ・デニー、T、ボーン・バーネットなどのソングライターなどの多様なグループのトラックが収録されている。このアルバムは2008年のオール・アイ・インテンディド・トゥ・ビーで再び組む前に、 ウライアン・エイ・ハーンがプロデュースしたハリスの最後のアルバムだった。これまでのところ、ハリスのメジャーレーベルのリリースには彼女自身の曲はほとんど含まれていなかったが、1985年のコンセプトアルバムサリー・ローズのバラットではハリスのソングライティングスキルは際立っていた。アルバムは半自伝的で大まかにはパーソンズとの関係に基づいていた。ハリスはこれを カントリーオペラと呼んだが、コマーシャル的な大災害とも表現した。このアルバムでの彼女の共同ライター兼プロデューサー、イギリス人、ソングライター、ミュージシャンで、ハリスの1981年のアルバム、シマロンからのヒットシングルボーンツーラン、と、ホワイトシューズからのインマイドリームスのライターの、ポール・ケナーリー。ケナーリーは次のアルバム、サーティーンもプロデュースした。 ハリスとケナーリーは1985年に結婚し、1993年に離婚した。エミルーは1985年にプレーリーホーム、コンパニオンに初めて登場し、それ以来ファンのお気に入りとなっている。初の試みからほぼ10年後の1987年に、ハリスはドリーパートン及びリンダロンシュタットと協力して、長い間期待されていたトリオを制作した。 このアルバムは、ハリスのキャリアの中で最大の商業的成功であり、ビルボードのポップアルバムチャートでもトップ10に急速に達し、カントリーアルバムチャートでは1位に5週間止まった。数百万枚のコピーを販売し、ナンバー1ヒットの、募る思いなど、4つのトップ10ヒットを生み出した。このアルバムは、グラミー賞のアルバムオブザイヤーにノミネートされた、この3人の女性は、 ボーカルによってるよ、またはグループのによるベストカントリーボーカルパフォーマンスの肖像を獲得した。アルバムのリンダ・トンプソンが書いたトラックテリング・メライズはカントリーで3位、アダルトコンテンポラリーで25位に達し、1987年のベストカントリーソングしてグラミー賞にノミネートされた。ハリスはまた1987年にソロアルバム、 エンジェルバンドをリリースした。これは、伝統的なゴスペルソングをフィーチャーしたもので、当時の新進スターのビンスギルなどと共演した。1989年、ハリスは、ニッティグリティダートバンドのアルバム、ウィルザ・サークル・ビー・イ・アン・ブロークン、ボリューム2で2曲を録音した。1曲に含まれる、スタジオチャッターのスニペットで、ハリスは、レコーディングセッション中に、 自分の始まりと音楽の変化について話した。数年前、私は、たくさんの人と一緒にリビングルームに座って、歌ったり遊んだりした経験があり、それは、精神的な経験のようでした。それは素晴らしいことでした。そして、それが、音楽を演奏し、音楽を演奏することでした。レコードの作成において、私たちは長年にわたって、すべてが少し技術的になりすぎており、 物事を完璧に仕上げるのに少しかかりすぎていたと思います。今を失いました。リビングルームは音楽から抜け出しましたが、今日私はそれを取り戻したように感じます。マーティス・チュアート、ボニー・レッド、ケイト・アンナ・マクギャレグルの客演をフィーチャーした1989年のアルバムブルーバードには、 US カントリーシングルチャートで8位に達したシングル Heartbreak Hill が含まれており、ハリスのキャリアで最新のトップ20のシングル Heaven, Only Knows は16位となった。翌年のアルバム Brand New Dance 好評を博したが、ハリスのチャートとラジオオームエアの衰退の始まりを示した。1991年頃、ハリスはホットバンドを解散し、 アコースティックミュージシャンによる新しいバンドを結成した。バイオリン、マンドリン、ボーカルに、サムブッシュ、ベース、ボーカルにロイ・ハスキー・ジュニア、ドラムにラリー・頭抜く、バンジョー、ギター、ドブロギター、ボーカルに、アル・パーキンス、そして、ギター、マンドリン、ボーカルのジョン・ランドールであり、ハリスは、ナッシュ・ランブラーズと名付けた。彼らは1992年に、 テネシー州ナッシュビルのライマイ公会堂でグラミー賞受賞作となるライブアルバムを録音し800万ドルの施設をプレミアムコンサートとイベント会場として復活させたこのアルバムはディップライズレコードでのハリスの最後のアルバムとなったハリスは1992年からグランドオールオプリのメンバーである1990年代までに主流のカントリーラジオ局が若者向けの ニューカントリーフォーマットに焦点を移し始めたため、ハリスの楽曲はあまり放送されなくなった。ブランニューダンスと同様に、1995年、エミリー・ハリスは BBC のオリジナルシリーズ、大西洋横断セッションに定期的に出演した。主にスコットランド、アイルランド、イギリス、北米の音楽を演奏する様々な主要なフォークミュージシャンやカントリーミュージシャンによる、 コラボレーションライブパフォーマンスの7つのエピソードのそれぞれに参加している。1995年、ハリスは U2、ピーター・ガブリエル、ボブ・ディランの作品で知られるダニエル・ラノアのプロデュースを受けて10年間で最も絶賛されたアルバム、レッキング・ボールをリリースした。ハリスの実験的なアルバムであり、レコードにはハリスによるニール・ヤングが書いたタイトル曲の演奏を、 スティーブ・アールのグッバイ、ジュリー・ミラーのオールマイ・ティアーズ、ジミ・ヘンドリックスのメイディス・ビー・イ・ラブ、アンナ・マクギャリグルのゴーイン、バック・ツー・ハーラン、ジリアン・ウェルチのオーハン・ガールが収録されている。U2 のラリー・マレン・ジュニアがプロジェクトでドラムを演奏した。このアルバムはカントリー曲でのオンエアはほとんどなかったが、ハリスはタジャンルのロックリスナーの注目を集めた。その多くは ハリスの音楽を聴いたことがなかった。その後、ハリスは、レッキングボールの楽曲を持って、ツアーを行い、1998年に、ナッシュビルのプロデューサー、ソングライター、ギタリストのバディミラーとニューオーリンズのミュージシャン二人、ドラマーのブレイディブレード、ベーシストマイナスボーカリストマイナスパーカッショニストのダリル・ジョンソンで構成される、パワートリオをバックに、ライブアルバム、スパイ・ボーイをリリースした。 レッキングボールの楽曲に加えて、このアルバムでは、ボールダート・バーミンガムなどのハリスのキャリアにおける、ヒット曲の多くのバージョンを新しいものにした。また、1998年にハリスは、レッキングボールのプロデューサーである、ラノアがプロデュースしたウィリー・ネルソンのムーディーでゆったりした、楽器演奏のアルバムテアトロで目立つ活躍をした。1997年と1998年の、 夏にハリスは、サラ・マクラクラン主催の女性主導のライブフェスティバル、リリスフェアに参加した。パティ・グリフィンのような新しいアーティストが、ハリスやボニー・レッドのようなベテランミュージシャンと、新しい経験やアイデアを共有することができた。1999年1月、ハリスは、パートンと、ロンシュタットと共に、トリオ2をリリースした。アルバムの多くは1994年に実際に、 録音されていたが、レコードレーベルと人事上の争い、相反するスケジュール、3人のアーティストのキャリアにおける優先順位のために5年近く未発表のままだった。トリオ2は前作トリオよりもはるかに現代的なサウンドであり、ゴールドディスクに認定された。ニール・ヤングのクラシックアフター・ザ・ゴールド・ラッシュの3人によるバージョンが収録されていたが、これは 人気のミュージックビデオとなり、ボーカルによるベストカントリーコラボレーションで別のグラミー賞を受賞した。その後、ハリスとロンシュタットはデュエットアルバムウェスタンウォールザ・ツーソン・セッションズを同年後半にリリースした。二人のスーパースターが一緒にツアーを行いディスクをサポートした。どちらのアルバムもビルボードのカントリーアルバムチャートでトップ10を獲得し、 ポップチャートでも好調だった。また、1999年にハリスは、以前の音楽的パートナーであったグラムパーソンズを、たたえて、12人以上のアーティストを集めた、アルバム、リターンオブザ、クリーバスエンジェル、トリビュートトゥグラムパーソンズの共同プロデューサーを務めた。ハリスはこのアルバムのトラックで、ベック、シェリルクロウ、プリテンダーズと共演している。二千年、 ハリスは、レッキングボールに続く、ソロアルバム、レッドダートガールをラノアの弟子のマルコム・バーンのプロデュースでリリースした。サリー・ローズのバラッド以来初めて、アルバムには、ハリス自身の作曲が多数含まれていた。レッキングボールのように、アルバムのサウンドはカントリーよりもオルタナティブロックに傾斜していた。にもかかわらず、ビルボードのカントリーアルバムチャートで5位に、 ポップサイドで54位となった。また、ベストコンテンポラリーフォークアルバムのカテゴリーで、ハリスの13のグラミー賞のもう一つを受賞した。ハリスはまた、オルタナティブカントリーシンガー、ライアン・アダムスのソロデビュー作、ハートブレーカーに参加し、トレーシー・チャップマンの5枚目のアルバム、テディング・ストーリーズでも歌っている。また二千年に、ハリスは、ティー・ボーオン・バーネットがプロデュースした、 公演兄弟の映画、オーブラザーのサウンドトラックのために伝統的なカントリー、フォーク、ブルースのアーティストのオールスターグループに参加した。サウンドトラックは複数の CMA、悪夢、グラミー賞を受賞した。ダウンフロムザ・マウンテンのドキュメンタリー、コンサートフィルムはライマンオーディトリアムで映画音楽や他の歌を演奏するアーティストをフィーチャーした。 ハリスと同様にアーティストの多くは2002年のダウンフロムザ・マウンテンツアーのための路上のショーに出演した。2003年、ハリスはディキシーチックスがゴッドスピードをスタジオでレコーディングする際にハーモニーの最後の仕上げを行った。ハリスは2003年にレッドダートガールの自作となるスタンブル・イントゥ・グレースをリリースした。前作と同様にほとんどが自作の楽曲から 構成されていた。2004年、ハリスは、ジリアン・ウェルチ、デビット・ローリングス、バディ・ミラー、パティ・グリフィンらと共にスイート・ハーモニートラベリング・レビューを率いた。彼らは単独で、あるいは共に演奏し、楽器を交換した。2005年9月9日に、ハリスは、ハリケーン・カトリーナとハリケーン・リタの犠牲者のための資金を集めるために、ほとんどのアメリカのテレビ局によって、 同時放送された一連のコンサート、嵐からのシェルター、湾岸のコンサートに参加した。ハリスは、ベスニー・ルセン・チャップマン及びリクシー・チックスと共に演奏し、パティ・グリフィンのメアリーでハーモニーを構成した。ハリスはまた2005年の映画、ブロークバック・マウンテンのサウンドトラックに声を提供した。エラブ・ザット・ウィル・ウィル・ネバー・グローは映画の中ではほとんど使用されなかったため、 オスカーの候補には登らなかった。オランダのロッテルダムで演奏するハリス2005年、ハリスはコナー・オバーストブライト・アイズがリリースした i a m w i d e a w a k e It's Morning で3曲のバックアップボーカルを担当した。7月、ハリスはエルビス・コステロの米国ツアー中に何度か合流し、毎晩いくつかのナンバーでコステロ及び彼のバンドと一緒に演奏した。また、 7月には、大のエンターテイメントレーベルで、ハリスのキャリアのシングルディスク解雇展とも言える、ベリーベストオブエミル・ハリス、ハートエックスハイウェイズがリリースされた。同年、ハリスは、ニール・ヤングの広く称賛された、アルバム、プレイリー・ウィンドのゲストボーカリストとして出演した。ハリスはまた、2006年に公開されたジョナサン・デミのドキュメンタリーコンサート映画、ニール・ヤング。 ハート・オブ・ゴールドにも出演した。オランダでマーク、ノップラーと共演する、ハリス・ダイアー・ストレーツの元フロントマンであるマーク、ノップラーとのコラボレーションのアルバムである、オール・ザ・ロード・ランニングは2006年4月にリリースされ、ヨーロッパとアメリカのツアーでサポートされた。アルバムは商業的に成功し、英国では8位、米国では17位に達した。ギブソン・アンフィシアターでの オールザ・ロード・ランニングのツアーパフォーマンス中に記録されたセレクションは2006年11月にリアル・ライブ・ロード・ランニングというタイトルで CD ・ DVD パッケージとしてリリースされた。ハリスとノップラーがスタジオで一緒にレコーディングしたいくつかの作品に加えてリアル・ライブ・ロード・ランニングには デューオの両方のメンバーからのソロヒットよびノップラーのダイアストレーツ時代からの数曲のクラシックが収録されている。ハリスは2007年4月24日にリリースされたジョニー・ミッチェルへのトリビュートにもフィーチャーされている。ハリスはオリジナルがミッチェルの1994年。ハリスは2007年11月13日にカナダで2008年1月15日に米国で リリースされたアンマレーのアルバム、アンマレーデュエット、フレンズレジェンズでマレーと、アナザーポット・オブ・ティーを歌った。ハリスは2008年の映画、ロダンテの夜のためにイン・ローダンシーという曲を書いた。2008年のハリスとレッド・ダート・ボーイズのフィルマデーラ、およびリッキー・シンプキンスソロアルバム、オール・アイ・インテンディ・ドット・ビーは2008年6月10日に、リリースされ、批評価の賞賛を得た。 ビルボードのカントリーアルバムチャートのトップ5と、ポップアルバムチャートのトップ20を記録した。貢献者には、バディミラー、マクギャリグル姉妹、ビンスギル、フィルマデーラ、そして彼女のトリオの姉妹、ドリー・パートンが含まれている。ハリスは、アコーデオン、ギター、キーボードに、フィルマデーラ、ギターと、バンジョーに、コリン・リンデン、マンドリンとフィドルに、リッキー・シンプキンス、ベースに、クリス・ドノヒュー、 ドラムスに、ブライアン・オーイングスをフィーチャーしてレッド・ダート・ボーイズを置き換えたアンサンブルでツアーを行った。当時、ロバート・プラント、アリソン・クラウス、ティー・ボーオン・バーネットとツアーをしていたミラーは、含まれていない。2009年、ハリスは、パティ・グリフィン、ショーン・コルビン、ミラーらと共にスリー・ガールズ・ゼア・バディとして、ツアーを行った。マデーラ、シンプキンス、 ドノヒューは2008年後半と2009年にハリスと共演し、プレイリーホームコンパニオン、マールフェスト及びテルライドブルーグラスフェスティバルに出演した。2009年9月、オーイングス2009年の残りの間、ミラーと共にレッドダートボーイズに再び参加した。2009年4月、ハリスは娘が孫娘のプルーデンスを生んだことで祖母となった。2010年、 ハリスはリリスフェアの夏の日程と予定されている米国の秋のツアーのためにレッドダートボーイズを最後のバージョンで再編成した。デジタルスパイによるボニー・タイラーへのインタビューによるとハリスはタイラーのその後のアルバムで彼女とチームを組むということだった。ハリスはウェイン・ワーナーが曲を書きプロデュースした曲のバッキングボーカルを務めるだろう。最新のソロアルバム ハードバーゲンは2011年4月26日にノンサッチレーベルからリリースされた。ビルボードのカントリーアルバムチャートで1980年以来のハリスにとって最高となる3位及びポップアルバムチャートのトップ20に達した。p b s のホストであるタビス・スマイリーは2011年4月20日に放送された番組でハリスにインタビューした。インタビューでハリスは 高校でオール A の生徒だったので卒業生総大に選ばれたことを語り、さらに3つのコードを覚えてギターを弾くことを学んだと述べた。2011年、ハリスはアメリカのインディーフォークバンドザ・ロー・アンセムとのコラボレーションで2オハヨという曲のバージョンをリリースした。2011年の後半、ハリスはオーストラリアのミュージシャンであり、脚本家のニック・ケーブとジョン・ヒル・コートの映画、 ローレスのサウンドトラックで共同作業を行った。抑圧された時代のアメリカ、バージニア州フランクリン軍が舞台で、2012年8月に米国で、2012年9月に英国で映画が公開された。ハリスと元ホットバンドのメンバー、ロドニー・クロウェルをフィーチャーしたデュエットアルバム、オールド・イエロー・ムーンは2013年2月26日にリリースされた。 ハリスにとっては、ビルボードのトップ10カントリーアルバムであり、2014年には第13回グラミー賞を受賞した。ノンサッチレコードから2015年5月12日に、リリースされた、ロドニー・クロンウェルとのコラボレーションである、ザ・トラベリング・カインド2016年、ハリスは、エミール・ハリスの生涯と歌と題された、トリビュートコンサートという栄誉を受け、 後に DVD とライブ CD の両方としてリリースされた。このコンサートでは、ロドニー・クロウェル、バディ・ミラー、パティ・グリフィン、ルシンダ・ウィリアムス、アリソン・クラウス、リー・アンボ・ボマック、マルティナ・マック・ブライド、ビンス・ギル、シェリル・クロウといった、ハリスの親しい友人と共演者たちがフィーチャーされた。ハリスはコンサートで、ジョン・スターリングとゴーン、ロング・ゴーンを、ダニエル・ラノアとブラック・ホークを、 そしてすべての出演者とボールダーツ・バーミンガムを演奏した。ハリスは2019年のミュージシャンの伝道と博物館のコンサートと入会式で演奏した。ハリスは3回結婚している。トム・スローカムとの1969年から1970年まで続き子供一人の活動支援に用いられる。このツアーはまた世界の地雷問題に対する 合衆国内の認識を高めるためのベフの仕事にも役立っている。これらの日程でハリスと共に参加したアーティストには、メアリー・チェイピン、カーペンター、ブルース・コバーン、シェリル・クロウ、スティーブ・アール、ジョーン・バイエズ、パティ・グリフィン、ナンシー・グリフィス、ウィリー・ネルソン、ルシン・ダ・ウィリアムスなどが含まれている。ハリスは動物の権利を支持し、ペタの積極的なメンバーである。 ハリスはナッシュビルの動物保護施設であるボナパルトリトリートを設立し自由時間を使って援助している。彼女は2011年にアメリカ芸術科学アカデミーの人文社会科学委員会の新たに設立された委員会のメンバーとなった。ありがとうございます。